美島未来博は2001年7月7日から9月30日まで福島県須賀川市で開催された地方博覧会。日本で初めて森の中で開催された博覧会である。多極分散型社会や循環型社会等、一極集中や環境問題といった20世紀社会の課題を乗り越えるため、そして首都機能移転を実現するための様々な知恵と技術が、 展示、運営方法、県民が主役を務めるイベント等を通じて紹介され、21世紀のライフスタイルを提案する博覧会として開催された。博覧会のテーマは自然との共生。自然に関するイベントが数多く行われた。これは1999年に和歌山県で開催された南紀熊野体験博の影響を受けている。また、ほぼ同時期に、 山口県で開催されていた山口キララ博、福岡県で開催されていた北九州博覧祭2001と情報交換を行っていた。用地面積は約46ヘクタール、172億400万円の収入に対し、支出は160億300万円、約11億7000万円の黒字を計上した。開催期間中、 200万人の目標に対し165万7002人が来場した。猛暑の影響で序盤の来場者は低調であったが、中盤からは1日あたりの入場者数が増加、最高となった9月23日には6万2621人が来場した。パビリオンとして唯一残されたムシテックワールドその他、開催期間中は以下のパビリオンが設けられた。ありがとうございます。